暴れイノシシが現れたのは交通量の多い国道沿いの歩道でした警察によりますと昨日午後4時半過ぎ福山市松浜町で通りがかった人からイノシシがいると通報がありましたイノシシは北方向に逃走しながら通報のあった場所からおよそ6 0 0ル離れた船町の路上で40代の男性の足を噛んだということです イノシシは男性が噛まれた場所の近くで駆けつけた警察官によって捕獲されました。また、男性とは別に40代の女性も足を噛まれていたことも捕獲後に分かり、合わせて2人が怪我をしたということです。捕獲されたイノシシは体長およそ1メートル、重さおよそ70キロの成獣とみられ、両誘拐に引き渡された後、処分されたということです。